キンです。なんか今月はさ、みんなに会える日が全然ないよねと思って、ちょっと暇でもやろうと思って、暇だからこそやろうと思って、今日はサブウェイ食べた。なんか腸活サンドっていうのがあって、腸活サンド食べた。チキンが入ってました。昨日劇場公演ありがとね。オンデマでも見てくれたかな。めっちゃすっぴんで申し訳ないな。プレゼント届いた。今日はね、半身浴したり寝たり食べて寝て、そう、もう2公演疲れた。でもいっぱい来てくれて嬉しかったよ。前髪をね切ったんだけど、昨日の公演前になんかね、ちょっと切りすぎたかもって思った。なんか結構自分のファンと距離が近くて、ファンの方が結構前目だったから嬉しかった。7月までに会いたい。会いに来て。マジで悪意ばっか出てごめん。ドレスがようやく決まって、ちょっと楽しみ。痩せようって思ってます。ちょっとね、あと 3,4 キロは落とそうと思ってます。なんか細い方がドレス映えそうと思って。夏だし、
まあなんか一石二鳥かなと思って、あと1ヶ月2ヶ月ないくらいか。ちょっともうちょっと顔をシュッとさせて、足を細くしようと思って。なんか昨日私の友達が見に来てて、夜公演で、その後ご飯食べ行ったんですけど、女の子2人、なんかもう足痩せとダイエットについて永遠に聞かれて、なんか私そんなめっちゃ今、昔は結構太ってたから毎日毎日気使ってたけど、最近は気使ってないからさ、めっちゃ延々と汗痩せとかダイエットについて聞かれて、なんかほんと何も答えることが最近ないんだよね。サウナ行ってるとか、でも ジムはたまに行ってるぐらい。なんかこれといって普通にラーメンとか食べちゃってるしっていう話をして、そうなの、基本サウナですって言った。あと部屋めっちゃ髪の毛が綺麗で、ヘアオイル何使ってるみたいな、めっちゃ聞かれて、あでもなんか本当のこと言うと、まあなんか今は結構いろんなの使ってたんだけど、結構お気に入りのがドンキで売ってる500円のあのヘアオイルで、なんかドンキに売ってる500円のヘアオイルがめっちゃいいんだよっていう、安上がりの女みたいな紹介の仕方した。でもね、何もしてないって言ったら嘘になるよね。なんかでも顔太ったからちょっとラーメン食べるのやめようぐらいかな。だから毎日継続だよね、継続とあと自立もで、同じことしてたら太るけど、私は結構公演とかが1週間に1回とかあるから、なんか前日はあんま食べないとか、半身浴多めにサウナ行くとか、そういうのがなんかあんま響いてないのかなって思う。でも今日はサブウェイ食べて、ドーナツ食べて、ミスド食べたし、ゼリーも食べたし、その後でも今お腹空いたし昨日の夜は友達とご飯食べ行った後、家帰ってきてカップラーメン食べたし、だから今日はちょっとむくみ気味だし、私も人間なんでむくむよ。でもやっぱ本番はライブ本番とかは、うん、もうむくみゼロで出てるかな。メリロートっていうねサプリがむくみ取れるからおすすめ。でもね、飲みすぎると肝臓に良くないみたいなので、あの大事な日の夜とか朝とかに飲んでる。でもね、ちょっと頑張ってみようかな。ゆるくしてたけど今までは。ね、私は結構女性ファンが多いんですけど、女の子卒業公演も当たるっていうのを前提に私は思ってるから、みんなが私のファンみんなが全員当たるっていうことを前提に思ってるから、まあ、女性ファンの子もダイエットして、まあ、ダイエットする必要ない子いいんだけど、私もしたいって子は私と一緒に頑張りましょう。昨日公演最前列で見ました、綺麗でした、ありがとう。ドレスはきっと可愛いものに仕上げてくださると思って、私もう何個も何個もスクショして、なんかこういうのがいいみたいな、もうめっちゃ細かく書いたから、あのそれがかなってくれると信じて、もうね悔いがないようにね、めっちゃ悩んだので楽しみ。なんか一回だけ着るのがもったいないよね。
髪型はねある程度決めました。あとアクセサリーとかも決めて。すごいでしょ。もらえるの、なんかもらえるって買い取る人もいるみたいです。買い取りたいな普通に。将来の結婚式に着ようかなウェディングっぽい買ったらなんかもったいない気もするもんね。ひだやさん女性オタ多かった。そう昨日も女の子多かったけど、もうこれなら外れちゃった子もいっぱいいましたね。45分くらいまでやろうかなと思ってます。卒業前に知れてよかった。嬉しい。卒業後も応援してください。まだ皆さんの前には前では活動するので。卒業後のソロイベでドレス撮影会したい。え、いいね。え、それめちゃくちゃいいね。握手会全部7月撮ってるんだよね。え、嬉しい。嬉しいよ。卒業してからも会えるよ。劇場全部行きたい気持ちだけど当たらないことにことに鼻のがつらい。ことにはなのがあつらい。ね、なんかちょっと待ってね。これね、みんなにちょっと見せたくて。じゃーん。見て見て。なんかファンの人がプレゼントでね、くださって、あの前回そのフォトブックをくださって。すごいな、これほんと販売してほしいぐらいやばいよ本当に。で私が一つじゃなくて家族にも配りたいっていうのも、ね、お話し会で言ったらなんかいっぱいくださって。見てこれ、あの非売品ですよ。ファンの方が作ってくれたの。え、やばくない？こことか。ひだおた界隈で大絶賛評判の声はこちら。ひだガールズ大注目の一冊、発売日徹夜で並んだ回がありました。ラブ。え、あ、なんかすごい、そういうこと？なんか誰かの声ですみたいな感じでこういうちゃんと本みたいに書いてる。大好きひだや、可愛いところとかっこいいところと可愛い融合体です。あの場の感動が今ここに。山梨県民は一家に一冊常備しましょう。やっぱりこれさえあればつまみはいらねえね。酒持ってこい酒後ろはこんな感じあ、そういうこと。これさ、ファンの方の名前だよね。これラブイチゴちゃんってことだよね。いや嬉しい、ありがとうございます。ナハハンさん、すごい、後ろこんな感じ。そのイニシャル実在のひだガールズさんで。おお、すごい、そういうことね。え、そういうことだ。待って、あやちゃん、ラブイチゴちゃん、あやちゃん、みずきちゃん、
エイヒレマヨちゃんってことかも。え、すごくない？みんな知ってた？4人の方知ってた？ありがとう。え、今知りました。そう、私のねファンの方はすっごい愛が深くて、なんかこういうのを作ってくださって、だから生誕祭のフライヤーとかすごくて、毎回友達が欲しいっていうぐらいなので、これね中が全部私の写真になってて、あのこの撮影可能コーナーでファンのみんなが撮った写真をこれ作ったファンの方がなんか集めたみたいで、このこんなに、あとはそのオフィシャルの全員の写真とか、メンバーが載せてる全員の写真とか、あと OG メンバーの名前とか現メンバーの名前とか、書いてあって、やばいよね。しかもなんか、え、撮影可能コーナーじゃない写真あると思ったのよ。そしたらなんと、え、すごくない？これ全部私でちゃんと写ってんだけど、これ VR をスクショして写真にしてくれたのよ。すごいよね。ちょっと待って、テロップ見て。何を説明してるのか分かんない人もいるからね。え、すごくない？これさ、多分みんなにも配ってくれるよ。いやーもうね、あとこうやってなんかファンのみんながご飯行った時の私のこのアクスタを並べて写真撮ってるとことか、なんかでも私だけじゃなくてメンバーもこう載ってるんだよね。これいくらですか？え、すごいね。すごいよ、みんな。活動期間もここに細かく書いてたりね。2500円です。なんか絶妙なちゃんとした名前、あの値段言ってるやん。ここにね、チームエイト山梨県代、ひだ姉さん、チームエイト山梨県代表お務めご苦労様でした。これからは AKB 代表として、そうだね、チームエイト休止コンサートだったから、代表としてこれいつまでも可愛いひだあやで頑張って、これからもお仕事頑張ります、応援してるよ、ベストフレンズひだおた、ひだガールズ。でもこれ私があの卒業発表する前に作ってくれたんかな。
いや素敵ですよ。しかもさ、全員の名前これ書いてくれてるの親切すぎる。セットリストも書いてあって、だからね、このね写真を使ったファンの人の名前もここに書いてある。ひらあや、これ AKB のコンサートの時のだね。ひらあやめっちゃ輝いてる、嬉しい。なんか昨日お手紙読んでて、なんかひだやが卒業しちゃうのは寂しいけど、でもすごい卒業後も応援するよっていう言葉が多くて嬉しかったし、なんか卒業後も全力で応援するよ、でもというか、ひだやはなんかすごく魅力的だけど、まだ見つかってないと思うから、なんかこれから卒業後活動して、なんか私も応援した時になんかもっとビッグになれると私は思ってますって書いてくれてたファンの方がいて、その時になんか、あ、 AKB だったんだみたいな、そう、新規のファンの方がいっぱい集まった時に、でも私は AKB48 の時から応援してるんだよって、もっと前から彩香のこと知ってるんだよって胸を張って言える日が来るのを楽しみにしてますってお手紙に書いてくれたファンの方がいて、なんか私劇場で袖見ながら泣いちゃったんですけどなんかそう信じてこれからも私を推すっていう、なんか熱いその熱意みたいのがすごい伝わってきて、なんか自慢のあやちゃんだから、なんか卒業後もっともっと人気になった時に自慢させてくださいみたいな、なんか最後も可愛くて、すごい嬉しくなったし、私も期待されてるから頑張んなきゃって思った。なんか本当にそれだけじゃなくて、みんなね卒業後応援するよとか、この劇場来るのももうあと何回なんだろうって書いてくれてた人もいたし、なんか本当温かいファンの方ばっかりで、なんか改めて自分が卒業発表してからいろんなことを考えて、ファンレターとか見るたびに、コメントとか見るたびに、私って愛されてなんか活動できてたんだなって思うと、すごい幸せ者だなって思いました。ありがとうみんな(笑)お手紙ね、なんか劇場で読んでるよ、ちゃんとすぐ。そうなの、泣けるよね。なんかそのことはすごい響いて、私は卒業後、私はまだまだ彩香ちゃんが見つかってないと思ってるから、これからもっともっとビッグになれると思ってますって。ビッグになって、あの子 AKB だったんだって周りが言ってる時に、私はAKB 時代から応援してたんだよって自慢できる存在ですって。え、超素敵すぎて泣けると思って、なんかすごい、なんか
私のファンの人って真面目で、なんか女の女性の方は綺麗な子可愛い子が多いのに、なんか中身もすごいしっかりしてて優しくて、なんか私もみんなを見てモチベーション上がる。うん、なと思ってます。だからさ、コンサートの見てるとさ、楽しかったなとか思うよ。やっぱり楽しかったな、マジでコンサート。待って、姉妹ショットがあるんですけど、レイちゃんとの、うん、ブックカバーの、ブックカバーの裏見てみて、あ、見るね。あやちゃんがモチベすぎます、ありがとう、嬉しいよ、そんなこと言って。ブックカバーの、あれ待って、これじゃない、これはどれだ、ブックカバーの裏、え、待って、これそういうこと、え、これ、ここカバー外して、ここ、すごい、待って、私さ、身を見てなかったよちゃんと。それはてか素材リバーシブル、え、マジで、え、やばいんだけど、ありがとう、え、待って、やばい、懐かしい、待って、東北でしょ、関東、左友さんここにいます、めっちゃロング、ロングで前髪ない、これ、こん時めっちゃスタイルいいんだよ私マジでガリガリ、チューブエリア、関東、関西エリアだからさ、さっきさ、ファンの方がさ、後ろ見て後ろ見てって言って、あれ後ろ見たけどなと思ってたのよ。あ、懐かしい、ここね、お台場の会場でね披露して、皆さんは2014年か15年、何してましたか。多分劇場とかさで知ってくれたファンの方が多いだろうからさ、初期の頃はさ、やっぱりさ、まだ違うグループをしてたりとかさ、アイドルをしてなかったり、それこそ AKB をしたことがなかったり、まだ学生だったりしたよね、きっと。9年前って言ったら2015年の4月3日って何してたんだろう、みんな。あ、2014年だ、2014年の4月3日、 AKB 劇場で別のチーム見に行ってました。 AKB ってテレビに出てるアイドルでしょのレベルでした。あー、そうだよね、私もそうだもん。なんかまさか自分がAKB かみたいな感じでふわふわしながらお披露目立って、なんかカメラいっぱいいるみたい、みたいな。いつもなんかその市民、小学校とか中学校の運動会で市民カメラが来て、それですらなんかちょっと緊張っていうか、なんか私は緊張だけどカメラ向けられるのがすごい好きだったから、市民カメラが運動会に来た時にイエーイとかやっちゃうタイプだったの。だからそのカメラよりもめちゃめちゃ多くて、いやーすごいなと思って見てたの。そう、埼玉スーパーアリーナ行きました。そう、メガウェブね、もうないんだってね。高校生でした。じゃあ私と同い年くらいか。
高校生だった。同い年ぐらいだね、みんなね。嬉しいな、なんかそうやってね、みんなが言ってくれると。もう本当になんかファンからのこのアルバムが、だってさ、後ろも作り込まれすぎてて、今さ、こうやってやった時にあれと思って、こっち表紙だったっけって思っちゃうぐらい、こっち表紙なんですけど、もう本当にありがとうございます。しかもさ、ちょっと自分の顔飽きてきたなと思ったらさ、飽きちゃいけないんですけど、自分なのでこうやってこっちの裏表紙をリバーシブルになってるらしくて、もう本当にありがとうございます。いや、これさ、卒業でさ、卒業公演の後にさ、こうプレゼントしてくれたらさ、わってなるのにさ、あの8の休止だけで、これで素晴らしいクオリティでこんなのを作ってくださって嬉しい、ありがとう。これ私が親戚のみんなとか友達に配りたいって言ったら、いっぱいあのくださって、でもこれって本当にすぐ作れるものじゃないし、こういう写真集めるのとかも画像検索したりとか、この私の活動履歴とかも調べなきゃいけないじゃん。この文字入れとかも、画像大きくするのとかも、色味とかデザインとかも、なんかそれを考えてくれた、なんかその長い時間のファンの気持ち考えたら、なんかその分以上に恩返ししたいって思います。だからみんながプレゼントとかお手紙をくれるじゃない。それもプレゼント、ヒダイヤどれに合うかなって必ずさ、みんな選んでくれてるわけじゃん。お洋服屋さんに行ってさ、バッて取って買うわけじゃないしさ、その選んでくれてる時間が嬉しいなと思って、お手紙何書こうかなとか考えてくれてる時間すら嬉しいので。でもその時間さ、私がさ、もしさ寝てたらさ、なんかすごい申し訳ないなって思っちゃったのね。まあ、寝なきゃいけないんですけど、人間だから。だからなんて言うんだろう、伝えたいことは、みんながそれだけ私のことを日常生活で私と会ってない時も思ってくれてるから、私もみんなと会ってない時にみんなのこと考えて感謝の気持ちを持って、あの生活しないとなっていうのを改めて感じましたっていうことかな。だから私はお仕事とかは最近劇場がないんだけど、みんなと会える時間少なかったり、ファンのみんなも公演応募したけど当たらないみたいな方がいるけど、私はみんなのことをこう忘れてないし、卒業しても忘れないし、なんか今は卒業後みんなと会えるその空間のためにすごい私はめっちゃ頑張ってて、そう、なんか卒業をね決めたヒダイヤを応援してよかったって、なんか卒業後に初めてみんなと直接会った時に、なんかみんなが卒業って寂しいものじゃなくて楽しいものだったねってなんか言ってもらえるように、私も今みんなと会えない時に頑張ってるので、みんなもいろいろ頑張ってください。はいそう、なんか私もね、6月ね、もっといっぱい公演があると思ったんだけど、なかなか公演がなくて、うん、そうなの。ヒダイヤはゆっくり休んでください。あのね、
ゆっくりね休んだらね私はぐうたらしちゃうから、ちょっとねカツカツの方がいいのよ。そうだから2ヶ月後の2ヶ月後何してんだろうってすごいワクワクしてます。なんかまたなんかそのソロでイベントしたいなって考えてんだけど、なんかやっぱ土日がいいのかなとか思ったり、その日程とかも今ちょっと調整してて、それが分かり次第ちょっとみんなに伝えますね。やっぱみんな1ヶ月ぐらい前とかのがお仕事も休みやすいしね。だからどんなことしてほしいとかあったらどんどんなんか言ってくださいね。アイデアとか DM とか見てるから。匂わせます。なんか楽しみだねなんか楽しみだねゆるいな私は。なんかゆるいけどなんかさ性格すごいゆるいしさ、なんかすごい飽き性なんだけどさ、でもなんかもう絶対こう軸からぶれないことは本当ファンの人のこう気持ちとかなんか自分のファンの人への思いはずっとぶれてないなって思うし、それはどんどん強くなってる。9年間でもそれがなんか強くなって大きくなってるなっていうのを感じました。うん。会ったら好きになっちゃいそうで怖いでござる。多分もうそうやって書いてる時点でもあなたは好きですよ。あ、 ありがとう。みんなイベントなんかもうソロ、もしソロイベントやった時にどういう、私も企画いろいろ考えてますけど、みんなもアイデアいっぱい持ってると思うから DM してくださいって言ったら DM しますっていっぱい、ありがとう。みんなの案を参考にして私もいろいろ予定計画を立てたいと思います。え、もう9時だったチェキとかもやりたいな。なんかでも、もうチェキ毎回取れますとかだとあれなので、なんかチェキに当たりみたいな入ってて、その当たりの人とはワンショットで喋れるみたいなとかいろいろ考えてんの。当たりが入ってたら私とまあその中の 1、2名、イベントに来てる 1、2 名だけ私と話せるとか、なんかみんな話しちゃうとさなんか特別感がないので、やっぱ特別って嬉しいじゃん、うん、私当たった時にえみたいになるじゃん。なんかそういうちょっとねゲームじゃないけど楽しみも作りたいなって思うし、あとは私は結構ねメイクとかファッションとか好きだから、ファッションショーとか、なんか抽選で当たった女の子一人をステージに上げて私がメイクしますとかセルフプロデュースしますとかしたいなって思ってるまだそれはね考え中で、こんなのいいなって思ってるだけですけど、なんかいいよねそういうの。チェキと普通の撮影選択できるようにしてほしい待ってすごい細かくてさ、さすがさファン歴長いよな、みんなありがとね。
しいわ。いらなくなったお洋服をオークションフリマプレゼントしてほしい。私の着たやつでいいんですか？結構私はいとことか親戚とか友達とかにあげちゃってるのよ。それでもよければフリマしたいな。楽しみね。でもなんか残りの2ヶ月ないけど、7月30日まではもう全力でアイドルするから、ちょっともうみんなも声を枯らせるぐらい応援してほしいです。もう卒業公演本当に当たってそれしか願ってないです。普通の公演もねもちろん会いに来てほしいんだけど、 B 公演卒業公演はねもう全員に当たってほしいよ。いろいろと考えてくれてることが嬉しすぎる。いや私もさ、みんなが良すぎるからいろいろ考えるんだよ。うん、まあ、ってことでなんかめっちゃ話しちゃったんですけど、やっぱさ卒業発表後のさショールームってさ、やっぱそうファンへの思いがさ自然と出てきちゃってさ、すごいさジンとくる話しちゃうよね。話しました。今日もじゃあ終わりますね。1位ワイマツさん、2位ピータさん、3位JJWIN10043、 4位かっちゃん、5位ピアノマンさん、6位ナハハンさん、7位ノブさん、8位ハッシーさん、9位アキラさん、10位もう少しねさん、11位ラブイチゴちゃん、12位キャプテンアクアさん、13位プリンさんです。ありがとうみんな、嬉しいぞ。ありがとうみんな。また明日も配信しますね。じゃあいろんななんかイベントとかの案があったら DM で待ってます。はい。じゃあねー。お休みには早すぎるか。またね、ありがとうございました。